今日も生実況バイオハザードやっていきたいと思います。第10回か、だいぶねもうそろそろ終わろうよという声がそろそろできてもおかしくはないが、まあね、ラッシュかけて、コードベルニカ、無事クリアしていきたいなと思います。いや、皆さんどうこう、今日カンパス、雪がすごいね。全国的にすごいですね。東京も数十年ぶりに大雪となって、東京のお住まいの方は、どうですかね。本当もうすごいことになってるんじゃないでしょうかね。こちらも関西の方もですね、雪すごいことになっております。いやー、今日はもう言葉に出ないぐらい超寒い。ただいま部屋の気温、8度でございます。ただいま部屋の気温8度、暖房器具一切ないんで申し訳ないけど、もうガクブル状態です。本当にめっちゃ寒いわ。もうやばいわ。足がねすっごいねプルプルしてるんだよね今。じゃあまあね、そんな余談は余談じゃないけど、やっていきたいなと、今日も、1時間ほどですね、生実況式台噛んじゃったね。まあ寒くてね、今日はちょっと噛み噛み度が多いかもしれないですけども、1時間ほど生実況していきたいと思います。コードベロニカ第10回、よろしくお願いします。それでは始めていこう。さあ、まだ行ってないエリアをね、行きたいなと思います。忍者大作戦さんこんばんは、ケイさんこんばんは、ベビーピーシトさんこんばんは、KISK さん、こんばんは。名古屋も降りましたよ。ありがとう。あ、名古屋降っちゃったか。結構積もりました。高井北こんばんは、うさこんばんは、鉛筆十五郎さんこんばんは、ぐちさんこんばんは、ありがとうございます。それじゃあ始めていきましょう。今日も本気モードで、やや気持ち本気モードで頑張りたいと思います。いきたいと思います。嘘だけどね。まあアイテムもね、ちょっと整理しておきました。でバルブがどっかで多分使うんではないかと思うので、一応持っていきたいなと思いますけども、始めていこう。まあ約1時間ほど、生実況していきたいと思います。嘘。おー、こんないっぱいいたっけ。こういう時は男のロマン、これで一発だ。ちょちょいのちょいだ。俺もう燃えちゃってるもんね。どんどこい、どんどこい。あれ来ないな、来ないな。あ、来たけど。おお、生きてるな。強いな、こいつ。やや強いゾンビさん、強いね。やや強いゾンビさんってどういうゾンビなんか。意味わかんないっつう話なんだけどね。いや、ほんとね、今日ほんま寒いね。ほんと寒い。去年も寒いなと思いながら、まあ生実況もしてましたけども、今日一番寒いですね。やばい。いや、でもね、やっぱね、まあ、雪国の方はね、雪見るのはちょっと嫌な気持ちになるかもしれないですけど、まあね、もうこの画面もね、雪降ってますけどもね、やっぱりあんまり雪なんて見慣れないもんですからね、私も関西住んでいるもんで、やっぱ雪が降るとね、テンションすっげー上がりますよね。どうしてもなんか雪をこう、誰も踏んでない雪をこう踏みつけて足跡をつけていきたくなる症候群になりますよね、雪ってね。どんな症候群かって話なんだけど。マップで言うと左側の方まだ進んでなかったので、
ここ行ってみたいなと思います。アルトさん、こんばんは。ありがとうございます。注意してくださいね。もうお気づきだろうけども、すごい反対よね。お気づきだろうけども、めちゃくちゃ噛みやすい。今日は本当に寒い。もうね、すごいね。でも手カクカクやもん。やばしだよ。で、ハンターいるしね。こいつすばしっこいからね、嫌いなんだよな。奥の方行ってみようか。さあ、ここには何があるのか。エレベーター？あ、なんか移動するんか。なるほど。ニューエリアか。まっすぐ行けんな。なんか今足跡したぞ。プティって。プティプティって言ったな。寒いよ。こっちも行けるな。デンジャー。ハイボルテージ。マジか。ニューエリアは結構テンション上がるね。まだ行ってないとこ行くとね。インクリボンかな。あ、セーブできんな。これじゃね？ほら、グリ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 。電力の補給ができるようになったんだ。なるほど。ってことは、どっか電源が。あ、グリーンハートいっぱいあるね。取っとこう。ブルーハーブ。グリーンハーブゲットだぜ。グリーンハーブゲットだぜ。デレ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 
ゲットだぜ。いやね、あれだよ、あの寒かったらね、無駄にテンション上げないとね、あのすっげえ寒くなるんだよ。あのへえそうなんだっていう風な感じでね、あの見てくださいね。一応じゃあちょっとセーブだけしておきましょうか、早速だけどね。いや、カイロ、いや、春カイロ貼っとけばよかったな、腰に、腰にちょっと貼っとけばよかったな、ちょっと寒いな。いや、寒いな、本当にもう寒い言い過ぎだけどね。音楽怖いし。とりあえず、まだ未知なるエリアに行きたいと思う。このフロアの電源？ちょっと待って。配電盤、あ、はい、ブイーン、何が起きた、ん、どういうこっちゃ。何が起きたんや。まあとりあえずちょっとまだ行ってないところ行きましょう。グリーンハーブ、危ない、急のゾンビ登場だよ。はいつくばって、はいつくばって、見えないな。うわ、いっぱい出てくるな。おーい、はい完了。何か、あ、帽子がコロン落ちてる。あ、おー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 おおおお、焦るな焦るな、帽子ポーン。何の作業してたんだい君たちは。 OK、 寒いな、しかしながらクリス半袖で大丈夫か。本当に半袖で
ちょっと待ってね、これでも一応取っとくかね、取っときましょう。いやね、回復もね結構尽きてきましたね。こっちがいけんな。これはブルーハーブかな。あ、ブルーハーブはいいかな、とりあえず。あ、こっちもいける。わお。しかしなんか怪しいエリアがあるぞ。鍵穴のところに噛んじゃったけどね。バイオハザードマークが刻まれている。OK です。もう少し行くとボス戦なのでマグナムがあると良い。あー、ちょっとそれネタバレしちゃったね。ちょっとそれはいけないよ。ちょっとね、それは楽しみなくなっちゃったな。怖いわ。気をつけてくださいね、次は。ちゃんと説明文読んでくださいね。これなんか見れるかな。水をくる、あ、もう一瞬パッて見たから、この水を汲む女が水をくれ見えた。何言ってんのよとか思ったら一瞬。うわー、押せるな。どうするんだ。ひびが入ってる。なんかあるんだよな。これどこに持っていくん、これ。明らかにここ怪しいやん。このここひびが入ってるって書いてあるけどさ、絶対ここ通したらもうポローンっていくやつ、やっぱり。ほら、あ、ポローンって。あ、地図。ほう、あ、なるほど。ほう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 。なんか向こう行けるんだな。このエリアなんだい。いやいやいや、冷たい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 。どこ行くん。私は今どこに向かってるん。音がやばいよ。あー、ちょっと待って、何これ。いや、キモいキモいキモい。ちょっとキモいし、マジで。なんかゴキブリだし、ブラックモンスターが。大嫌いだ。とりあえず私今からどこ行けばいいんだい。今どこ行ったらいいか絶対わかんないわ。どこなんだろう。とりあえずちょっと待ってくださいね。今どこ行ったらいいんだい。さまよってるけど、あ、はっ、はっ、ほっ。ちょっとアイテムいっぱいだからあれだな。なんか一旦戻ろうか。いやはやいやはや、ちょっとなんかこの感じ初代バイオそっくりだね。確かに。うん、それは私も思った。あ、なんかチカチカしてる。チカってる。チカってる。とりあえずちょっとまだあの広いエリアちょっと行ってみようか。しかしな、音楽怖いな。
とりあえずグリーンハーブ、しまって、バルブはまだいるんか。あーでも持っといた方がいいような気がするな。ちょっと上の方行ってみようか。よし。なんかペタペタ打てたんだよな。あの音はハンターっぽいな。うわっ、赤ハンター。オッケー、あいつ超強いんだよな。ペタペタ打ってるし、怖い。ゆっくり行こう。何光ってるんやあれ。え、なんかすっごい光ってるな。ピコピコして、ここはどこなんだよこれ。おお回ってる。何これ、羽のオブジェ1。すっげえこの回ってるの気になるな。乗れないかな、一緒に回っちゃおう。回ってみよう、回ってみたらなんか起きる。起きないね。ここにもなんか2枚。いやはやこれはどういうことなんだろう。ちょっと待って調べてみよう。調べる。何かの一部のようだ。ってことはトンボの本体があるってことか、もしかして。どっかにこっち行ってみよう。なんか行きそうだな。え？なんかこれすっげえバイオワンみたいな感覚。あ、なんかいた。あ、クリアだ。え？なんでクリア？違う、いけるんだ。これどう、なんかあるんか。あ、なんか双子の男の子の指、男の耳、女の子の胸元、奇妙な穴が3つある。なんか仕掛けがあるんだろうな、ここ。何これ、コンバットナイフ。あ、でもクレア助けられるんじゃないか、もしかして。わおわお、これこっちがいけるんだ。あ、でもこれ開けれないんじゃないか、鍵がかかってる。これコンバットナイフで切れないかな。クレア助けれる気がする。あ、使う。ブシャテルン、やっと再開できたじゃないか。寝ちゃってる。クレア、いや、やっと出会えたね。クリス、お父ちゃん、お父ちゃんじゃない、お兄ちゃんって感じだね。 But we have to get out of here. Not yet. We have to find Steve. Who's Steve? Steve って彼しか。兄ちゃんは彼氏なんて作るなんて許してないぞ。そのスティーブはイケメンなのか。
間違いないわ。毒？I think I've been poisoned. マジかよ。Just hold on. I'll be right back. 解毒剤持ってこないとダメな。大丈夫かなこれは。結成、結成、結成。今日から結成します。何を結成するってね。クリスバンドしたいと思います。歌は結構ジャイアンの歌並みにすごいです。とりあえずどこ行ったらいいんかな。ちょっと住んでみようか。ちょっとぐるぐる回っていこう。わお！あかんて。うん？違う。こっちはいけ、こっち戻ってるんだ。違うわ、違う。ちょっとぐるぐるしましょう。うん、ちょっとぐるりんぱしてね。とりあえずこっち行ってみよう。もうナイフいらないか。ナイフはもうちょっと戻して、ナイフを戻してですね。まだ行ってないとこ行くしかないな。そうだね、羽いるんかな。ナイフ2つあるし。バルブもなんかいらなさそうだな。いるんかな。お、やばいやばい。ちょっと組み合わせて、はい。このドロドロは恋愛物語だったのか。そうそう。かなり複雑なね、絡み合って絡み合ってね、大変なことになっておりますよ。兄ちゃんもかなり心の中ではもう「チクショー！」って言ってるからね。これを取りに行こう。まずこれを取りたいな思ってたから。右か、取ってみようか。赤い宝石。ほう、マグナムの高ま。で、青い宝石。これもなんか宝石関係あるんかな。ソケット？何？このクリス、ピアーズ似てると思うんですが、確かにね、パッツンだからね、パッツンしちゃうだもんね。かなりね。まあさ、見たらわかるわ。八角形のくぼみがある。これバルブ刺してなんか四角形のやつつけるとか、そういう感覚なのかな。なるほど。おお、なるほど。虫のいっぱいとこ行くならサイコロみたいなの持っていく。お、なるほど。なんか使うんだね。羽はいらない。虎の穴、虎の穴、虎の穴でアイテム取っちゃった。
撮りました。撮ったんで、そのサイコロをちょっと持っていきましょうか。そのはい、アドバイスありがとうございます。じゃあ虫エリアにちょっと行ってみようか。これもいるんかな、ちょっと戻しとこうか。一貫って一旦ね。マグナムもいらない。でもサイコロだね、サイコロ。あ、これだ。ペーパーウェイト、おい、ちょっと持っていきましょう。これだよね。この後停電させて取れる。あ、そうなの。あ、ちょっと取ろうか。停電ってことはこれのこと。これで取れるってことか。なんかもう行ったり来たりだね、ややこしや。赤の宝石と青の宝石かな。ん、あ、入れない、マジかよまだなんかもうちょっと進まないとダメなんかな、それだったら。そういうことだね。うん、そういうことかな。電力補給の切り替え、これなんかやっぱん、よくわかんないな。まあいいや、とりあえずちょっと進もう。こっちでよかったんかな。なんか寒いエレベーターだったっけ。こっちだね。で、これだ。あ、停電はそのまま、あ、そのまましといたらいいんだね。何もしなくていいんだね。わかりました。了解。ここだろう。ほら、もう、ほら、いる。ほら、もう、やだ。どっち行こう。はい、すいません。え、なんか光ってる。なんか巨大なうまい棒みたいな形しやがって、ほんとに。どんだけでかいねん。あ、潰した、いっぱい。大量生産。計り知れないね。グリーンハーブちょっと覚えておこう。あ、おゾンビがいるね。ちょいちょい。あ、なんかある。ジョーバス研究リポート。古代ウイルスの名残をな。まあ各自読んどいてくださいちゃんとな、読まないとな。スペンサーが発見した。あ、父の体で実験をしてみた。役立たずの父の体で実験した。体内に特殊な毒ガスが発生しており、ブルーハーブでは効果がないので、毎日のため解毒剤を作り、 B2 の武器、薬品倉庫の薬品棚に保存しておいた。想像以上のポテンシャルを秘めたこのウイルスを T ベロニカ、 TBEONICA
いや、言いたいだけだよ。あれ、今なんかティコンティコンってなったな。 B2 ここだ。ここに行って取りに行かないとダメなんだ。しかしなんか私は今何階にいるんだ。6階だ。まず4階に行かないとダメだな。だから4階に行くには鍵が必要だ。分かってるよ。どういたいね、そんな。まあ、とりあえずちょっとね、まあ、クレアはちょっとね、ほっといておいて。ほっておいてね。はい、グテンとしてますよ。大丈夫ですか？はい。はあ。生きてる？あかんよ。いけない、いけない、いけない。そんなもう、急。あかん、あかん、あかん。あかん！リロード大丈夫かな、いけるかな。よしよし、ちょっと弾がある。弾、ほって、お、女王蜂が死んでいる。ほう、スーパーコンピューターに接続しているのだ。ここ一体何だよ。ほら、見えた見えた、弾がなんか見えたもんね。なんか絵があるな。初代当主ベロニカ、ベロニカいただけやろ。これ押せそうやな。押せそうじゃないね。とりあえず今のなんかレポートみたいなだけなんかな。ほら、もうそうやってもう出てるやろ。これはアリか、これ。痛い。うんって、お乳がお乳で血がほら出ちゃって、どこどこ行ってる。あかん系ちゃんこれ。いや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 、あかん系やこれは絶対。じらすなよ、ほんとに。もうあかんって、あかんって。もうなんでそんじらすに身のもんだか、ほんとに。うわー、これはボスっぽいぞ。死んでしまってどこもないかな。お、へ、ハート、はい、あれちゃうの、なんかほら、なんか言ってたやん、あの貴族が。ここのこと、この場所、研究レポート、女王アリカ採取した、ティーベルキ。それだけでいいわ。もう私の計算ではウイルスに対する免疫を持ち共存できるようになるまでは15年はかかる。ほう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 、まあ隠し読んどいてくださいね。アレクシア・アルシュフォード、これやっといたらいいかな。なんかマークあったよな。
んだっけ、何の四つ幕、ハート、うん、ハート、これ、これ、へ？どういうこと？サイコロを見る。ほう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 。ほう？うん、見てる見てる。けど、どういうこと？これが関係してるんだよね。考えろってか。A みたいなマーク、王冠、ハート、なんで、どういうことそれ、マーク、これだよね。で、王冠、ハート、あー、じゃあちょっとアドバイスもらった通りにちょっとやってみます。え、それはなんでそうなんの全然意味分かってないんだけど。まずこれで王冠でハートスペード、わお、何か入れるようだ。これでこれを入れるってこと？おう！いらっしゃった！なんてこった！あ、裏表一体、あ、なるほどね。ありがとう、そういうことね。たまに、たまにね、スパルね、よくバカになるときあるからね。なんかね、変な風に考えるんだよね。なんか普通に考えたらいいんだけど、たまによくわからん考えする。お、宝石だけ取り出しました。宝石ですね、はい。すでに行き届いてる。はい、あー、貴族、かわいそうに。もう、結構頑張ってたんだけどね、スナイピーしててね、うん。意外に俺好きだったけどね。だ、この宝石をさ、どうする？あのライオンにつける？つけてみる？ここは戻ることないな、多分。だからこれ回収しておこう。多分ね。痛い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 。そんな、うんうんうん。痛い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 。これ結構食らってるんじゃないの？あ、食らってないわ。え、で、で、おーし。さあ、とりあえずちょっとライオン見てみましょうかね。とりあえず B、2階に行きたいね。
ここで何か起きるのかな。ちょっと組み合わせてみようか。なんか青青って感じだから、こ、あ、でもこれ違うな、これじゃないな、うん、違う違う、これ関係ないわライオンじゃないね。さあ、ほんじゃ、どうしようかな。公開でしょ、分かってるよ、分かってるけど一旦戻ろうか。この宝石は高く売れそうだ、もらっておこう。そんなこと言うわけないやろ、クレス、クレスが、もうどんだけ想像力高いねまあね、これでもなんか使えそうなんだよな。羽もいらないって言ったな。3つあるね。宝石どうする、いるんかな、入れておこう。とりあえず戻って、ちょっと一旦戻りましょう。こっちかな。この扉のね、開ける仕草がね、ビクビクしながらね、言っております。あのでも馬のメリーゴーランドも結構気になるんだよな。もう全部が気になるわ、もう全てが気になってしゃあないわ。もうコーヒー飲むわ。ほい、これね、ハンター出てくるからな。はい、ちょっと待ってね、行ってないとこ行こう。こっち行ってない。何がある？おお、おー、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃここに変わったところはない。B1 の行ってないところに行くなら、おう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 、バルブとソケットを持っていくべき。お、ここやないか。ここやないか。消火器とバルブとソケットを持っていくべき。なるほど。じゃあちょっと行きましょう。持っていくわ。こっちの方が早いね。ほい。あー、見つかった。ごめんなさい。なんかあるんだろうね、きっと。持っていきます。消火器ってあったっけ？なんか空の、空の消火器じゃなかったかな、思ってた。なんか補充できるのかな、もしかして。まあ行ったり来たり大変だね、本当に。セーブしとこっか、一回ちょっとね。しまいまして、からの、ソケット、ソケット、ラケット、ラケット、ラケットあれ
かったね。あれ消火器くんからの消火器でいいんかな。一応これちょっと持っていくね。セーブちょっとします。停電もさせておく。ほう、なるほど。なんか理由があるんだね。これでいいんだよね、停電っていうのはね。電源を落とすってことだよね。で、組み合わせる。おお、四角バルブハンドルになっちゃったね。なるほど、なんかするんだな。グリグリするんだな、グリグリ操作するんだね。任して。ハンターターンが出てくるからな。ハンターターン出てくるぞ。ここじゃないわ、もう一個先だ。今何分だ、ちょっと見ましょう。あー、もう少しで終わっちゃうね。1時間早いね。ハンターの音がする。来るぞ来るぞ来るぞ。来るぞ。おい。はい。うわ、もうダメージ食らっちゃって強いな。じゃあちょっと行きましょう。からの消火器で OK。 はい、ありがとう。あくまでね、スバルをこう案内するようにね、あのネタバレだけはしないように。どうでかい。マジ泣いちゃうわ。上行っちゃってるけど大丈夫かな。血が、わあ、トマトジュースたっぷりだな。何？ここで使うんか。なるほど。で、この水がなくなっていくんだね。オーケー、すっきりカンカンだ。で、これちょっと降りてみましょう。スターズ。光ってる。クレーンの記録ゲットだぜ。ほら、もういう。びっくりした。痛い。オッケー。危ないで。もう真っ赤っかの、もう真っ赤っかすぎるやろ。なんであんな赤いんだよな。もう情熱たっぷりだわ本当に。何かの操作パネルのようだ。それは分かった、見たら分かるわな。何の操作してんだここで。ちょみちょみをしてるか、ちょみちょみを。クレーンの起動機だか、これのこと？もしかして。あ、これではない。お、びっくりしたね。ここは何階だい？あ、B2 に来た。トゥルントゥルンって言ってたとこだね。ほう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 。お、あ、結成やった、取れた取れたはいいが、役に立ちそうな何もない。
大量にある。なんかこの先進めそうだな。でも体がね、こっち行けないんか。行けません。ちなみに消火器はなぜ持っていくのか、それが気になるところだ。消せよ。はい、取りました。これなんかあるのか、もしかして。なんか、ほんで、クレアを助けに行ったらいいのかな。青いランプの近くに消火剤あったよ。青いランプ？本当？これのこと？あ、これ吊るしてる、これ？これのこと？どうやって取るんだい？前に氷漬けのところにクレーソース。あー、なるほど。あ、そうだね。あった。あお。やだ、来る。やつが来る。あったあった。ここだろ。これこれ。はい。何？なんじゃこれ。あ、落ちた。生きてん、ほら、いやいや、おいおいおい。That is how I dispose of insignificant bugs, said the spider to the fly. お前もそうなるのよ。どんな最後が望みかしら。けけ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 。クモタン。戦う系？いでいで、逃げよう。ランプを調べてみては？ちょっと一旦、ちょっと一旦逃げる。あ、これか。はい。これのことをね、はい、調べてみました。わかりました、ありがとう。これだね。いや、このランプが この消火器っていうの、ここに、これのことかな思ってたから、ごめんなさい、すいません。あ、ちょっとこれシュピー、やった。ほんでこれいけるんじゃない、これ下火消せるね。よく見ないとダメだな。で、これ、これで、ほい。使いました。え、ちょいちょい。ビリビリしてるよ。あ、マグナムだ。わお。やったね。こっちも行っちゃおう。生きてるんじゃない？生きてるんじゃない？絶対。
生きてるで絶対生きてないねここ行ったらここ行ったらマグナム取れるんだね。よかった、ありがたい、最強だからねマグナムね。バトルしなくて OK なんだね。了解了解、わかりました。もうほっといたらいいんだね、もうほっとこう。あのクモタン嫌いだからだってでかいやんもうあれ、すごいなんか嫌やんじゃあとりあえず結成持ってクリアのとこ行きましょう、助けに行きましょう。ハンターいる？あ、いない、帰っていったね。あ、お父さんのとこにある、アイテム取る。おお、そうか、これまたちょっとあれだね、取りに行こう。ということでね、1時間、経とうとしております。長いね、一向に終わらないねわかりました、じゃあ次回ということでね次回ということで、じらしてね行きたいなと思いますけども、あ、でもこれマグナムの弾、これどうなんだ、これどんだけリロードできるの。あ、6発で十分なんだ。じゃあとりあえずね、次回またじゃあ次そのじゃあクモタンのクモちゃんのね、大きなクモタンのエリアを行って、でそこで落ちたアイテムをね、やって取れるだと思うので、それ取りたいと思います。でクリアを、ついに助けに行きたいなと思います。はい、ということで約1時間ほどでしたけども、また、次回も、見ていただけれたらと思います。一応ですね、最後になって言いましたけども、今後から、土曜日の11時から、定期的に生実況このチャンネルで、やっていきたいなと思います。まあやるゲームはまあその日かな、なんかまあ今日はこれやりたいなっていう時になりますので、また来ていただけたらと思いますけども、まあ、とりあえずバイオベロニカをちょっと先に早くねクリアしたいなと思っていますけども、なかなか終わらないのででも本当アドバイスありがとうございました、助かりました。はい、トンチンカンのスバルなんてね、またアドバイスお願いいたします。それでは、今日はここにで、寒い中プレイを頑張ってやっていきましたけどももうついに足がねもう悲鳴を上げております、ゆっくり温まって寝たいなと思いますので、皆さんもゆっくり温まって寝てください。それでは、今日はこの辺見て、終了したいと思います。それではお疲れ様でした。それではさようなら、おやすみなさい、じゃあね、バイバイ。